はい、今日から、七尾駅まで、開通させていただきましたけれども、これも JR 金沢支社の皆さんやグループ会社の皆さんの多くのご協力のもと開通させることができました。それと多くのお客様が今でもお待ちしておるのが実態でございまして、一刻も早くまだまだ開通されるところがありますので、それを開通させていきたいと思っています。まあ、七尾までも開通したことによってですね、一歩一歩確実に復興に向かっておりますので、ご承知をお願いいたします。それとその後、和倉温泉で能登鉄道様のお客様もまだまだお待ちしております。今後、まあ、JR 西日本と能登鉄道様が協力して、一つ一つ復興に向けて、頑張っていきますので、やはりレールを一本につなげることが石川県にとって、鉄道にとって一つの復興と考えておりますので、あとしばらくお待ちいただきたいと思っております。よろしくお願いします。これまでの復興ではですね、やはり大阪からの支援、それとですね、社員もまだまだ避難所から通っておられる方が多くおります。そういう方が、この復興に向けて、お客さんの笑顔を見るために仕事に来ておるのは実態でございます。そういう社員も避難所から通っておられることを、まだ全国の皆さんにもお知らせしていただきたいなと思っております。避難所の生活、職場来てでもですね、やはり断水というのがありまして、生活がまだまだ復興されていない状況でございます。一番の苦しい面はですね、やはりライフラインの復旧というのがまだ職場の中でも蔓延しているのが状態です。これを一日でも早く復旧することによってですね、やはり社員もやる気を持って、もっともっと張り切って仕事ができるのかなと思っておりますので、あとしばらく、まあ、七尾市も、順次、最大の協力を努力でやっておりますけれども、まだ、そういうことばっかり言っていられませんので、私らは私らで、できる限りのことを今後もやっていきたいと思っておりますので、また今後ともよろしくお願いいたします。やはり皆さん、今まで3週間も待っていただいてですね、復興してみんな笑顔で駅に来てくださるということは、やはり私たち鉄道関係者にとっては一番の誇りでございますので、今後も私たちも努力してやっていくつもりでございます。ローカル列車、普通列車につきましては 100% の本数を確保しております。で、特急列車、優等の部分につきましてはですね、やはり2往復という、まあ、4本の列車でございますけれども、まあ、七尾ではなく羽咋から、四季並館、羽咋の向こうの方には金沢方になりますけれども、あそこの被害が、甚大でありまして、そこを速度を落として、運転しておるのが実態でございます。で、七尾線はどうしても単線でございますので、行き違い等を多くやっていかなければなりませんので、やはりそういう速度を落とすところがあるとですね、やはり他の列車にも多く当たってきますので、遅れが、倍増してきますので、やはり、特急列車だけは、少し、本数を減らして運行させていただいておるというのが実態でございます。まあ、速度を落として運転する区間はですね、まあ、1キロを超えるような、長大な長さでありますので、列車の時間にするとですね、5分から6分遅れるような実態になっております。単線で5分6分遅れるとですね、他の列車に、行き違いで遅れるというのは、多くありますので、それを極力少なくするために、今回のようなやり方をやっているのが実態でございますので、また、ご利用のお客様もそこはご理解、お願いしたいなと思っていますので、よろしくお願いします。工事の分につきましてはですね、やはり線路を補修する方々というのは、大阪方面から、多く来て、支援いただいているのが実態でございまして、やはり
宿泊する場所というのがですね、七尾から奥能登方面には、ありません。これまでも、高松までは、宿泊施設とかライフラインが整っておりましたけれども、羽咋から能登方面というものはライフラインがほとんどないような状態でございましたので、その工事されておる方々も金沢からこちらの方にわざわざ朝早く来ていただくというのが実態でございまして、今後工事を進めるためにもですね、その宿泊施設の確保というのはまだまだ大きな課題になっているのが実態です。今後七尾から能登鉄道さんへの工事入るにしてもですね、その協力者工事の作業員はですね、金沢から通っていただくというのが今後も続くと思います。朝早くから出てきて工事にかかって夜遅く帰るような実態がまだまだ続きますけれども、その分が一番大きなハードルになってきているのが実態でございます。待ってました、すごく。はい、今、家の方を見に行って。そうなんで、今、ちょっと家の方を見ようかと思って。ちょっと様子見てください。はい。